今回は新しく開通した道を紹介します。千葉県道27号茂原大滝線を南下してきました。で、この茂原市代田のまだ名称のない交差点、いずれ信号が設置されて交差点名もつくのでしょうが、ここを右折します。ここからが去る2024年3月24日に部分開通した調整グリーンラインになります。この入り口のところなんですが、工事を開始したばかりの頃にちょっとレポートしてみたことがありました。山に向かって何か工事を始めていたので、切り通しになるのかそれともトンネル掘るのかなんて話をしましたが、やっぱり切り通しになりましたね。なんて話をしているうちに前のバイクの方、調子よくかっ飛ばしてもう遥か前方まで行ってしまいました。先に行ってもらってよかったです。さて、今年の3月は千葉県内でも何箇所か新しい道路が開通しました。年度末ということもあるのでしょうが、ここも含めて前から気になっていたところが何箇所かまとめて開通しました。ちょっと回りきれていないんですが、順にレポートしていきたいと思ってます。今回はその第1弾ですね。この調整グリーンラインですが、実は以前にも紹介したことがありました。この先にあります2013年から2020年にかけて先行して開通した 2.2 キロほどの区間でした。今回開通した区間は 2.5 キロで、これで合わせて 4.7 キロの区間が供用済みとなりました。もちろんまだ全線開通したわけではありません。調整グリーンライン、正式名茂原一宮道路は、調整郡長南町から同じく調整郡一宮町に至る自動車専用道路で、地域高規格道路茂原一宮大原道路の一部を構成しています。国道409号として事業中で、調整グリーンラインというのは愛称です。道路の起点はこの先の国道409号長南町千田の千田交差点です。そこから県央道の茂原長南インターチェンジ前を通り、今回出発した県道27号や南総広域農道などとクロスしながら、一宮町一宮までの約12キロを結ぶ道となる予定です。現在のところ事業中なのは、千田交差点から茂原市三ヶ谷の南総広域農道との交点までの 7.2 キロ区間のみです。ただ昨年2023年の1月に、その先の一宮までの5キロ区間が茂原一宮道路2期事業として事業化が了承されました。ですので、そう遠くない将来、一宮まで無事に全線開通することになりそうです。何年先のことになるのか分かりませんが、全線開通のレポートもいつかこのチャンネルでできればいいですね。ここまでが今回新たに供用開始になった区間です。ここから先、県央道の茂原町南インターチェンジまで 1.5 キロメートルの区間は2020年5月に供用開始されました。そしてすでにこのチャンネルでも紹介済みです。ただ前回とは進行方向が逆なので、せっかくなのでもう少し紹介させていただきます。それにここで終わると動画の尺が短すぎなんですよね、という打算的な理由もあったりするんですが、そこら辺はご容赦ください。ちなみにこれを撮影した時、本当はさっきの県道27号そのまま南下したかったんですよ。で、今のジャンクションで引き返すつもりだったんですが、なんとハーフジャンクションだったんですね。いくら交通量が少ないからといっても、さすがにここで U ターンするのはまずいですよね。で、今のところ標識はないようですが、ここ U ターン禁止じゃないんですかね。U ターン OK だったらすごくまずいんじゃないかなと思うんですけど、どういうことなんでしょう。さて、前方に見えてきました橋梁は圏央道のものです。左の路肩に何か置いてありますね。でかい土の袋でした。あれって1袋で1トンあるそうです。1トンって意外と小さいですよね。それから圏央道の橋梁の下は以前は資材置き場になっていました。なぜ知ってるかって、まあそれはね、あれですよ。でも以前はこの付近、普通に近所の人の散歩コースになっていたような雰囲気でした。今は茂原町内インターからこちら側は自動車専用道路です。歩いたりチャリで乗り入れたりするととても危険なので、くれぐれもやらないようにお願いいたします。で、ここが圏央道茂原町内インターの入り口になります。さて、戻ってまいりました。先ほど申しました通り、このまま県道27号に復帰して大滝方面に向かいたいところなんですよ。でもう動画いらねえだろ、着稼ぎかよってね、言われそうなのですが、最後にちょっと気になる箇所なんでね、そこだけ紹介します。ですので一気に早回ししています。もちろんね、実際こんな速さで暴走してるわけじゃないですからね。で、そんなこと考える人いないですよね。いや、でもフェマールさんは2倍速にしたら山道でこんな飛ばすの危ないとかってね、コメントをいただいてましたね。いや、まあ見ればわかるだろうと思うんですがね。一応念のためにご説明しておきました。で、その気になる箇所っていうのは、今回のスタート地点である茂原市代田の交差点付近です。先ほども見ていただきましたが、あそこって県道から大きくカーブしながら坂を登ってきましたよね。
あの線形、高規格道路にしてはちょっと不自然というか全くよろしくないですよね。それにあれだと県道と平面交差ってことになっちゃいます。それもちょっとね、予算ケチりすぎな気がするんですよ。ということはどういうことかと言いますと、先ほどのカーブの部分は将来的には本線ではなくて県道と接続するジャンクションの一部になるんじゃないかなって思うわけなんですよ。これ工事が始まった時点から思っていました。でどんな感じで仕上がるのかなって思っていたんですよ。さっき途中で取り過ぎたハーフジャンクションは最初からジャンクションであることが明らかにわかる作りになっていました。でもあのカーブのところはそんな感じじゃなかったんですよね。先ほどもブイーンって走りながらね、あれそのまま本線に入っちゃったよなんて思っていたんですよ。ですのでこちらから見たらどういう様子になってるのか興味があったわけなんです。ということでここから通常速度に減速しました。もちろん現地での撮影中は人並みの安全速度で走っていましたからね。でしつこいですね、もう少し先です。カーブの外側に注目しましょう。いや運転しながらですとあまりよそ見していると危ないですし、路肩も狭いので停車するわけにもいかないですからね。どうでしょう。カーブの外側ちょっと広くはなっていますけど、ジャンクションを作れるだけの広さがあるかというとちょっと微妙ですね。それとももっとずっと手前から本線が分かれる形になるのでしょうか。はたまた結局はこのカーブが本線で、県道とも平面交差、そしてこの交差点も今は T 字路ですが、将来この先に道が作られることになるのかちょっとよくわからないですね。確か以前 Google マップで拡大率によってはこのグリーンラインの予定ルートらしきものが薄く出てきたような記憶があるんですよ。でそれによるともう少し北の鶴江川の方にルートを取っていたような記憶があります。まあでもそれ出典不明ですし、そもそも今は出なくなっちゃってるんですけどね。ということでよくわからないといういつもながらの残念な結論になりました。ただこれは工事が進捗するにつれてだんだんと分かってくることだと思いますので、ここを取る機会がありましたらチェックするポイントの一つになるのではないかと思います。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。